葛飾区の寅さん記念館に今月10日に亡くなった俳優の佐藤蛾次郎さんを追悼するコーナーが設置されました。日本を代表する人情喜劇映画男はつらいよの舞台となった葛飾区柴又、作品にまつわる資料などを展示している寅さん記念館に今日から佐藤蛾次郎さんの追悼コーナーが追加され、初日から多くの人が訪れました。今月10日に78歳で亡くなった蛾次郎さん、劇中では元寇と呼ばれる帝釈天の寺男役で、渥美清さん演じる寅さんの弟分としてコミカルな演技が人気でした。館内には天国の蛾次郎さんへメッセージを書くことができるコーナーも。この人がいないと成り立たない映画だなと、二人でコンビで元気にやってほしいっていうのが思います。日本の古き良き時代 の、 人のぬくもりとかそういうものをこう勉強させてもらったような気がして、今日は娘と絶対行きたいって言ってたこちらにお邪魔できて本当に嬉しかったです。寅さんがもう真っ先に迎えに来てるんじゃないかなって思いました。誰からも愛された蛾次郎さん、その人懐っこい笑顔に再び会えるこのコーナーは来年1月上旬まで設置されています。